さあ今回はキッズエリアにやってきたぞ。お子様が楽しめるブースがたくさんある。私もちょっと挑戦してみるぜ。残念ながら私の記録は30点。100点を超えるといいものがもらえるみたいだから、みんなもやってみてくれ。さあこちらはキックターゲット。みんなテレビでも見たことあるよな。点数が入ってるところにボールを入れれば得点だ。2回蹴れるから私もやってみよう。私は70点取ったぞ。40点以上でいいものがもらえるみたいだ。やってみてくれ。さあ続いてはふわふわシカオだ。私は大人だからさすがに入ることができないが、みんなはこの中で楽しく飛び跳ねて遊ぶことができるぞ。来たら必ず遊んでってくれよ。